皆さん、こんにちは。シーケンス制御、コーダです。今日は、ショートカットキーですね。ショートカットキーを駆使するということで、ラダーを作るときに使うソフトですね。今回は GX ワークス2を例に、ショートカットキーを紹介していこうと思います。今回は三菱を例に紹介していますが、他社のメーカーでも基本的には同じです。それと、ソフトは新しいものを使うことをお勧めします。例えば、三菱の GX デベロッパーですが、PLC によってはまだ使用することができます。ただ、もし GX ワークス2が使えるような環境であれば、GX ワークス2を使うことをお勧めします。それは、機能がいろいろ増えていますし、結局、使いやすくなっています。今まで GX デベロッパーに慣れてた方が、いきなりこう GX ワークス2を使うとちょっとこう慣れないので使いにくく思うかもしれませんが、慣れてしまえばもう全然使いやすいので GX ワークス2に切り替えることをお勧めします。私の場合も最初はちょっと慣れるのに時間がかかりましたが、もう今は GX デベロッパーには戻ることができないぐらいです。ただやっぱり古い PLC には GX デベロッパーが必要な場合もあるので、まあそこは仕方がないです。それでは解説の前に、このチャンネルではシーケンス制御や電気について簡単に解説をしています。これから勉強を始めようと思われている方向けに解説をしていますので、ぜひ参考にしてみてください。今回の動画では、なぜショートカットキーが必要なのか、まあ、ショートカットキーを使うと、まあ、どのようなメリットが得られるのか、そして実際によく使うショートカットキー、最後に私の編集方法、GX ワークス2を使って普段どのような感じで編集をしているのか、このあたりを解説していこうと思います。では最初に、なぜショートカットキーが必要なのか。皆さんはラダーを編集するときにどの程度マウスを使っているでしょうか。これは実際に私がマウスを使っている時間ですね。数値に表すとよくはわかりませんが、なるべくキーボードで操作を開始するとキーボードで操作するようにしています。例えばこのようにプログラムですね。まあここは今1個しかありませんが、プログラムが複数ある場合にこう切り替えたりするときはもちろんマウスを使います。あとこのようにスクロールですね。スクロールするときもマウスを使っています。ただこのように回路の編集ですね。回路の編集作業に入ったら、基本的にはキーボードだけで行います。それは、マウスとキーボードですね。これを頻繁に持ち替えると、時間が結構かかってしまいます。そこで、回路の編集に入ると、例えば、ここにこう、いろんな接点を追加ですね。そういう編集に入ると、あまりマウスとキーボードを持ち替えないことをお勧めします。ちょっとした時間ですが、何十回、何百回、何千回と、この回路を入力していくと、まあそこそこな時間が必要になってきます。そのため、一度編集に入ると、まあなるべくキーボードで作業することをお勧めします。では、実際に編集作業に入った時、キーボードだけで行うには、ショートカットキーが必要だと思います。で、どのようなショートカットキーを主に使うのか解説をしていきます。では最初にモードについて解説をします。この GX ワークス2や、まあ、他の他社さんのメーカーでもあるのですが、例えばこれ今書き込みモードというモードになっています。これは回路が自由に編集できるモードですね。例えばこの辺に接点をこう入れる。で、消す。で、変換する。まあ、このようなことができるモードです。で、他にも、読み出しモードっていうのがあります。このモードを切り替えるには、ここの上に、まあ、これは皆さんのパソコンの環境によっても違うと思いますが、ボタンがあります。このボタンを切り替えると、今、読み出しモードになりました。で、これで書き込みモード。で、あと、モニターモードっていうのもあるのですが、これは実際につながないといけないので、シミュレーターでつないでおきます。で、今、ここのボタンが、こう、光ってると思いますが、
これ今モニターモードですね。実際に PLC につないだとき、PLC の中の接点がどのような状態になっているのかモニターできます。これがモニターモードですね。で、もう一つここにあります。これモニターモードの書き込みモードです。モニターモードでありながら編集できます。まあ、このように4つのモードがあります。で、このモードを切り替えるには、キーボードの上のファンクションボタンですね。F1 とか F2、F3 って書いてある、このボタンで切り替えます。わざわざこのようなボタンを押したりはしないです。例えば、書き込みモードにしたい場合、F2 ボタンを押します。すると、書き込みモードになります。で、読み出しモードにしたいとき、シフトを押しながら F2 を押します。すると読み出しモード。そしてまた F2 を押すと書き込みモードになります。で、モニターモードにしたい場合は F3 キーを押します。するとこのようにモニターモードになります。で、モニター書き込みの場合はシフトを押しながら F3 ですね。これでモニター書き込みモードになります。このカーソルがちょっと違うと思います。書き込みモードの時はこのカーソルが白抜きですかね。この枠だけになっていますが、読み出しモードとかモニターモードにすると、このようにカーソルの中が、これでいくと青色になってますね。ここのキーボードの上の F の2と3ですね。このキーでモードを切り替えます。で、基本的には、この書き込みモードですね。書き込みモードを使ってプログラムを編集して、最後に PLC に書き込む。で、一度 PLC に書き込んでしまうと、今度オンラインデバッグができますので、モニターしながらどこが悪いのか確認して、編集して、例えばここに接点を追加したい場合であれば、まあ、ここでモニター書き込みにしてもいいですし、一旦書き込みモードに変換して、例えば M0 を消して、ここで、こう、書き込む。みたいな作業になります。まあ、このあたりのショートカットはまた後で説明します。で、このように上のボタンでモードを切り替えます。で、私は普段この書き込みモードと PLC につないだらモニターモード。この2つを使っていますね。で、昔は読み出しモードっていうのもよく使っていました。このモードですね。で、これは最近あまり使わなくなりました。まあ、このあたりの解説は後で解説します。で、次に接点やコイルの入力ですね。ラダーなので、このような A 接点とか B 接点を頻繁に入力します。で、これも、この画面の上ですね。ここにいろんなボタンがあります。で、これを押すと、このように回路入力が出てきて、まあ、ここでこの何を入力するのかっていうのも選択することができます。で、ここをマウスでクリックすると、こっち側が入力できるので、ここで、例えば、M の10。で、Enter。押すと、まあ、コメント入力が出てきて、もう一回 Enter 押すと、決定できます。このコメント入力ですが、この GXWorks2 の場合は、この回路入力ですね。回路入力を押したときに、ここですね。ここのボタンを押すと、コメント入力が続けて行うことができます。これ切っておくとコメント入力ができないですね。コメント入力するためには別途、こちら側から入力する必要があります。なので、まあ私はここはいつもオンにしてます。で、このように、ここの上のボタンを押すことで、いろんな接点や、例えばこっちはコイルですね。コイルを入力することができます。ですが、この操作だと、いちいちキーボードから手を一旦離して、マウスを持って、マウスでこう操作して、マウスをクリックして、またキーボードに手を戻して入力する。という作業が必要になります。できれば、まあ、マウスを使わずにそのまま入力したい。そういう時は、ここちょっと小さいのですが、この接点ですね。接点の下に何か F5 とか、ここ S、F5、F6 とか書いてます。
実はこれショートカットキーです。このキーボードの上のファンクションキーですね。さっきは F2 と F3 を紹介しましたが、その横に F5、6、7、8であります。このキーを押すと接点を入力することができます。例えば F5、ここですね。A 接点ですね。ここに A 接点を入力したい場合、ここで F5 を押します。すると、このように、もうすでに A 接点が入っています。で、カーソルも、この位置ですね。デバイスの入力の、このウィンドウにあるので、もうそのまま入力できます。M の10とか。で、今度 B 接点。B 接点は F の6ですね。なので、F の6を押して、そのまま、例えば X0 とか入れると、このように、キーボードだけで入力することができます。で、入力した後ですね、ここで押したらどうなるのかというと、ここで押すと、例えば、ここで A 接点を押してみましょうかね。F の5。押すと、何も入力されていないので、ここで、例えば、まあ、B の0とか入れると、このように上書きされます。ですから、この入力した位置に、まあ、カーソルを持っていって、そこで F の5か F の6ですね。押して入力できます。で、次にコイルですね。コイルは F の7って書いてますね。なので、F の7を押すと、このようにコイルの記号がもう出てきてますんで、そのまま入力します。M の100。すると、まあ、先ほどまでここに何か命令があったのですが、それは上書きされて、コイルが直接入力されます。だからコイルっていうのは基本的には一番後ろに書くものなので、回路上のどこかでコイルを入力すると、その後はすべて罫線になってコイルが入力されます。例えばここで入力すると、こんな感じで、さっきまで書いた接点はすべて上書きされて、そしてさっき書いたコイルも上書きされて M10 というのが入力されます。で、そのコイルの横にこの命令がありますね。命令っていうのは、この足し算とか引き算を書くときに使う命令です。こんな感じで入力できます。ですから、今私が作業している間は、一切マウスは触ってないです。今のところ、キーボードだけで入力しています。このように、例えば B 接点のこの回路入力をすると、もう自動的に入力するところにカーソルがあるので、まあ、そのまま入力すれば大丈夫です。なので、マウスを使う必要はないです。で、次に、行挿入と列挿入ですね。例えば、こことここの間に何か回路を書きたい場合、ここに1行挿入しないといけないです。で、挿入するにはどうするかっていうと、この中のここに行挿入っていうのがあります。これを押すと行挿入できます。基本的な操作っていうのは、この上のメニューバーの中で全てできます。ただ、ここから探すのは大変なので、これもショートカットキーで挿入したいです。で、このように行を挿入する場合っていうのは、シフトを押しながらインサートキーですね。これで行挿入ができます。で、たくさん挿入しても空白であれば、変換すると、自動的になくなっちゃいます。ですが、回路を書くまでは何行入るかわからないっていう時は、ちょっと多めに挿入しておけばいいと思います。そして、ここで例えば A 接点の M0。で、まだ説明はしてなかったのですが、ここに SF5 って書いてます。これは、シフトを押しながら F5 とか F6 とかという意味です。これを押すと並列に回路が入力できます。シフトを押しながら F5 とすると、先ほどの A 接点の形と少し違うと思います。で、このまま M20 と押すと、このように回路が入力できます。
これは B 設定も同じです。シフトを押しながら F6 って押すと、ここに並列に B 設定を入力することができます。ただここですね、今上に回路何もないので、このまま変換するとエラーになりますので、ここは普通に何か入れといてください。こんな感じですね。で、今はこの行を挿入するショートカットを解説しました。シフトとインサート。これはもうよく使うので必ず覚えておいてください。次に列ですね。この SM400 と M0。この間に何か接点を入れたい場合。これどうするのかっていうと、インサートキーっていうのは同じで、コントロールとインサートを押してください。すると、このような感じで挿入できます。で、ここに、例えば、まあ、こんな感じで挿入できます。で、この罫線の操作っていうのはまた後で解説しますが、まあ、こんな感じで簡単にこう編集することができます。で、とにかく列を挿入する場合っていうのは、コントロールとインサート。これもよく使うので覚えておいてください。で、次は K 線ですね。先ほどちゃちゃっと操作しましたが、実は K 線っていうのは、この十字キーでこのカーソルを動かすことができるのですが、この操作をコントロールキーですね。コントロールキーを押しながら行うと、このように追加できます。で、K 線の上でまたコントロールを押しながら矢印キーを押すと、このように消すことができます。なので、ここでコントロールを押しながら矢印キーですね。この十字の矢印キーを押すと消えてしまいます。で、接点がある上では消えないですけど、接点がない場所では消えます。縦の罫線もこのように書くことができます。コントロールを押しながら矢印キー。この十字の矢印キーですね。これで罫線を書くことができます。これは大変便利な機能なので、もう絶対覚えておいてください。で、次に変換ですね。変換。変換っていうのは今ここ、グレーになっていますが、これを実際に PLC に書き込む。乱中書き込みになるんですけど、乱中書き込みするか、まあオフラインで作業する場合は、変換して回路を決定する、コンパイルする作業ですね。で、これもショートカットキーがありまして、これは F4。F4 キー、単体だと普通の変換になります。で、シフトを押しながら F4 キーを押すと、乱中書き込みという、まあ、PLC に直接編集した部分を書き込むことができます。それは PLC を止めることなく書き込むことができます。この変換コンパイルの中に、変換は普通の F4。で、変換プラス乱中書き込みっていうのは、シフトを押しながら F4。となっています。つまりここでシフトキーを押しながら F4 を押すとこのように書き込みますかっていう表示が出るのでハイにしてエンターですね。で OK が出るのでまたここでエンターキー。するとマウスを使うことなく変換作業ができます。で今なぜこの乱中書き込みをしたのかというとこれ実際にシミュレーターにつながっているので、まあ、オンライン状態なんです。なので、普通に変換すると、このシミュレーター上のプログラムと、このデスクトップ上ですね、パソコン上のプログラムが一致しなくて、不一致になってしまうので、乱中書き込みをしました。なので、実際に PLC につないで、作業ですね、デバッグ作業する時からは、基本的に乱中書き込みになると思うのですが、PLC につなぐ前ですね、オフラインで作業している時っていうのは基本的に普通の変換になります。F4 を押すか、シフトを押しながら F4 を押す。ここはもう慣れが必要です。まあ最初は間違えると思います。まあ間違えて、例えばですよ。ここに M0 という接点を追加しました。で、PLC の中はまだこの回路は反映されていません。で、ここで普通に F4 キーを押します。
すると普通に変換できます。で、こうすると PLC の中のプログラムっていうのはこの M0 がない状態になっています。そしてこの今画面上のプログラムには M0 がついてます。つまり PLC のプログラムとこの画面上のプログラムは不一致状態になっています。この時点では。そこで例えばここにも M0 を追加してこれで欄中書き込みをします。するとこのように修正前のプログラムと登録プログラムが異なります。まあ要はこのパソコン上のプログラムと PLC 上のプログラムが一致してない、まあ違うものなので PLC が欄中に書き込むことはできませんよっていうエラーですね。で、こうなってしまうと、もう欄中書き込みっていうのはできないです。一度、パソコン上のプログラムと PLC 上のプログラムを一致させる必要があります。まあ、一致させるには、普通にもうオンラインで、PC 書き込みですね。このあたりでもう書き込むしかないです。で、この時 PLC を停止したくないのであれば、パラメータを外しておいて、実行すればプログラムだけ欄中に書き込むことができます。これが欄中書き込みと普通の変換の違いです。まあ、この使い分けっていうのは実際にデバッグをしていく中で覚えていってください。最初はやっぱり間違えると思います。間違えて普通の変換をしてその後欄中書き込みができなくなる。まあ、ここは慣れれば大丈夫だと思います。その変換のキーっていうのは F4 かシフトを押しながら F4。これも重要なので覚えておいてください。で、次に範囲選択ですね。例えば、この辺の一帯を選択したい。そういう時っていうのはシフトですね。シフトを押しながらこのように選択することができます。で、これ選択してどうするのかっていうと、コピーできます。で、コピーのショートカットキーっていうのは、コントロールを押しながら C。このあたりは他のアプリケーションですね。他のアプリケーションと同じだと思います。するとコピー終わると、この選択が解除されます。で、ここでシフトを押しながらインサートで行を追加して、今度貼り付けですね。これも他のアプリケーションと同じで、コントロールと V です。コントロール V を押すと、このように先ほどコピーしたものが貼り付けることができます。で、ここもコピーできますので、こうやってコピーして、まあ、罫線を引いて、この状態で、シフトを押しながら F4 を押すと、欄中書き込みができます。で、コピーにも、こうやって選択してコピーすることもできますし、こう単体でコピーすることももちろんできます。こうして、このように。で、もう一つ。このブロックですね。このブロック自体をコピーすることもできます。それは、ここですね。ここでいう17ですね。このあたりにカーソルを置いて、シフトをしながら、まあ、下方向とか、横方向にこう移動すれば、このように全体を選択することができます。で、これもコピーできます。これコピーします。コピーして、ここに貼り付けることもできます。で、このブロックでコピーした場合っていうのは、ブロックごと挿入されます。なので今ここに行は挿入してないです。この状態で、コントロールボタンと V を押して、貼り付けを行います。こんな感じで挿入されます。で、先ほどあった、こっちのブロックは下にずれました。で、この挿入方法ですね。この貼り付け方法の注意点としては、これを行うことで、もう同時に、変換されたような感じになるので、その後欄中書き込みができなくなっちゃいます。その後、例えば、欄中書き込みをしようとしても、回路が違うので、欄中書き込みができなくなります。
なので、例えば、欄中書き込みだけでここを挿入したい場合っていうのは、この状態でコピーをして、ここに一旦行を挿入して貼り付け、そして欄中書き込み。こういう流れになりますね。ブロックごとコピーして貼り付けちゃうと欄中書き込みができないので、そこは注意してください。なのでオフラインで作業するときとかは全然使いまくってもいいのですが、オンラインですね、実際に PLC につないで作業を行うときはちょっと注意してください。で、ちょっと余談ですが、今私ここでオンラインでこうやってマウスを使って書き込みとかしてますが、これまあショートカットキーなぜ使わないのかというと、こんな作業っていうのはしょっちゅうあるわけじゃないので、そういうあまり行わない作業に関してはもうショートカットキーは使わないです。よく行う作業にだけショートカットキーを使えばいいと思います。なので、コメントの表示とかですね、コメントの表示も実はショートカットキーがあります。今ここにジョージオンっていうコメントが出てますけど、これはこのようにショートカットキーで消したりできます。そのショートカットキーはコントロールと F5 です。ただ、このコントロールと F5 っていうショートカットキーはもう覚える必要はないです。多分私も業務中はこのようなショートカットキーはまず使わないです。こうやって皆さんの前でこの動画ですね、動画を撮りながら撮影するときですよね。例えばこの GX ワークス2を一番最初開いたときっていうのはコメントが表示されていないです。なので私はコントロールキーと F5 を押してコメントを表示させる。まあそのためだけにこの覚えたショートカットキーです。他に使うことは一切ないです。なのでこのようなあまり普段使わないショートカットキーっていうのは、まあ、覚える必要はないと思います。次はショートカットキーというよりはちょっと便利な機能を紹介します。例えば、ステートメントっていうのを皆さん入れると思うのですが、ステートメントを入れると、このように、ここの行のコメントですね、まあ行コメントみたいなものですね、ここにこうコメントを入れることができます。まあ今123とか適当に入れたんですが、例えば手動モードとか、まあここから自動モードですよみたいなコメントが入れられます。で、ここ、一度、ステートメント編集にすると、例えば、ここ編集しようかなと思うと、まだステートメントモードになっているので、このような、ステートメントの入力が出てきます。で、ステートメントってそんな頻繁に連続して入力するものでもないので、まあ、一回こう入力して、欄中書き込みした場合ですね。次は回路の編集を行いたい。そういう時は、まあ、ここ、編集からもう一回押せば解除できるのですが、ここで一回読み出しモードですね。読み出しモードにして、もう一回書き込みモードにする。これで解除できます。読み出しモードから書き込みモード。一回読み出しモードにすることで、このステートメント編集っていうのが解除できます。これは、まあ普段私もよく使ってます。で、あとまあ当たり前のことですが、例えばここの命令ですね。これ編集したいっていう時は、この上でエンターキーを押せばそのまま編集できますので、まあこの M0 ですね。M0 を違う設定に変えたい時は、この上でエンターキーですね。エンターキーを押すと、今のデバイス番号が出てきますので、ここで何か番号だけ変えたいのであれば、まあ、矢印キーなどを押して、この全体の選択を解除して、バックスペースで123とか入力します。でも、M 自体も変えたいのであれば、このまま B0 とかって入力すると、全体を変えることもできます。で、この何もないところでエンターを押しても、このように回路入力を迫られるので、何かあるところで、エンターキーを押すと、その部分を編集することができます。ここで F5 とかを押すと上書きになっちゃいますけど、エンターキーを押すと編集ができます。あとは、ここの命令ですね。この命令っていうのは実際は、ここの回路入力で F8 を押して、まあ、プラス、で、1、まあ、K10、で、10って書くのですが、実は、この F8 押す必要がないです。このままプラスっ
って書くと勝手に命令が入力されます。まあこれは命令によってできたりできなかったりします。接点比較命令などはちょっとこういうテクニックはできないのですが、まあ、通常の命令であれば F8 は、まあ、実はあまり押す必要はなかったりします。パルスでも確かできるはずです。そのままパルスって打って軸と F8 はいらないです。であとは検索ですね。検索っていうのはコントロール F ですよね。コントロールと F のボタンを押すとこのような画面が出てきて検索することができます。で例えばこの B の10ですね。 B の10の上でコントロールと F を押すともうすでに B の10が入力されて検索できます。でここのエンターキーで連続検索というところをチェックしておけばここでエンターを押すとこのように連続で検索することができます。でこのウィンドウですね、これこの辺にこうドッキングしたりもできますので、まあ、使うようであればどっかドッキングして使ってもいいですし、私はこの検索はあまり使わないです。というのも検索なんで、例えばここの M0 ですね。M0 を検索したいだけなので、そんな大きい画面は必要ないです。単純に M0 を検索したいだけなので。で、そういう時はもうスペースキーを押せば検索できます。このように、スペースキーを押すことによって、この検索の窓が出てきて、M0、もうすでに入力されてますね。で、ここからエンターキーを押すと、こう次から次から検索することができます。これは自分の使いやすい方を使っていけばいいと思います。しかも検索が終わると自動的にウィンドウも消えますし、まあ、私はこれを使っていますね。で、次に上書き保存。まあ、上書き保存っていうのはもうこれ他のアプリケーションでも同じですね。コントロールをしながら S ですね。これで上書き保存ができます。これは頻繁に押してもらっても大丈夫と思います。で次に GX デベロッパーではできなかったことを解説しようと思うのですが、ちょっとこの動画時間が長くなったので別の動画にしようと思います。最後にお知らせをさせてください。シーケンス制御講座では独自に開発したラダーズ学習キットを制作販売しています。GX ワークス2と GT デザイナー3というソフトが別途必要にはなりますが、この2つのソフトがあればシミュレーション機能を使ってパソコン内で簡単な設備を動かしながら学習することができます。学習キット内で使用している回路は私が普段使っている書き方で作っているため、より実践に近い学習ができると思います。無料版もありますので、まずはどのようなものか実際に使ってみて確認してみてください。概要欄にリンクを貼っています。ラダーズの書き方はもちろん、実際に GX ワークス2を使いながら学習するため、GX ワークス2の使い方も覚えることができるのでおすすめです。もちろん GX ワークス2の使い方も解説をしています。それと、書籍の方も発売しています。こちらの書籍は、シーケンス制御の基礎から簡単なラダーの書き方まで解説をしています。シーケンス制御について、幅広く学習することができます。興味のある方は概要欄からチェックしてみてください。もちろん書店にもあるので実際に手に取って確認をしてみてください。ではこのショートカットキーについてはまだまだあります。ちょっと私もここまで動画が長くなるとは思ってなかったので最初は1本の動画で終わる予定だったのですがちょっと時間がかかっているので次の動画で解説をしようと思います。次の動画は GX デベロッパーではできなかったこと、まあ、GX ワークス2にしていろいろできるようになってよかったということをちょっと解説してみようと思います。でその後は私の実際の編集方法ですね、そのあたりも解説をしてみようと思います。それでは今回の動画はここまでとなります。この動画が良かったって思われた方は高評価ボタンまたはコメントなどいただけると励みになります。それと
チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録ぜひお願いします。それでは今回もご視聴ありがとうございます。